それじゃあそろそろ行こう。1階はゲームセンター、2階はカラオケがあるね。ねえ、どっちにする？私どっちも好きだよ。うん、今日は私歌っちゃうよ。先に歌っていいよ。何がいい？残念。歌はすっごく良かったのにね。それじゃあ私歌うね。聞いた。
メだったか。そうだね、出よっか。札幌スパランドって私初めて。前にも言ったかもしれないけど、私水泳得意だよ。競争しようね。それじゃ行こう。お待たせ。この水着かわいいでしょ。さあ早く行こう。それじゃ競争だよ。あ、準備運動しなくていいかな。やっぱりめんどくさいからいいよね。それじゃあどっちが長く息止められるか競争しよう。せーの。引っかかった。私どっちが長く息止められるかって言ったんだよ。だから別に潜る必要なんてないんだもん。さっき水から上がった時バーって息したから私の勝ち。やだ、怒ったの。ごめんごめん。ねえ、次はどこ行く？小学校の頃、基地とか作らなかった？ちょうどこういう狭い囲いを作って敵が来ないかどうか見張ったり、仲間と暗号で連絡取り合ったり、矢印のシールで宝物の隠し場所を伝えたり。男の子と遊ぶ時はいつもそんなことしてたな。実際には敵だって近所の怖いおじさんだったし、暗号の内容も戸棚におやつがあるよとかそういうくだらないことだったけど、でも女の子とおままごとしてる時よりそんな遊びの方がずっとワクワクしてたな。大人になって自分の家とか作ったらきっとあの時よりももっとワクワクするんだろうね。うん、すごくワクワクしてたよ。ここに隠し階段つけるとか隠し扉つけるとか忍者屋敷みたいなことばっかり言って、それでお母さんに猛反対されて結局普通の家になっちゃったんだけどね。ねえ、次はどこ行く？サウナに入る人の気持ちってよくわかんないや。暑いし汗かいちゃうし、あと信じられないのはサウナの後に冷たい水に入る人。あれって絶対心臓に悪いよね。プールだって運動してから入るのに。やっぱり暑いね。暑いよ。ねえ、もういいでしょ？中華まんの気持ちがよくわかったよね。それじゃあ早く出よう。気分だよ。なんか体ふやけてきちゃった。そろそろ出ようか。体
がポカポカして気持ちいいよ。冬のプールもいい感じだよね。それじゃあそろそろ行こう。あ、猫だ。猫は一年中同じ格好してるけど、冬とか寒くないのかな。一緒に歩いてくれる誰かがいたら、きっともっと暖かいのにね。あー、ここってイタリア料理のお店だよね。ねえ、なんか食べてこ。私お腹空いちゃった。うちのお母さん、イタリア料理が大好きなんだよ。だから料理にもオリーブオイルたくさん使うんだ。バターの代わりにパンにつけてみたり、サラダにもオリーブオイルとバルサミコ酢を使うし、だから私もオリーブオイル好きになったんだ。でも前にテレビでイタリアの人はオリーブオイルをそのまま飲むって紹介されて、みんなで真似したけど、あれはちょっとまずかったな。あなたがお産を手伝ってくれた子牛、あれからすっごく大きくなったよ。名前は花黒サンゴ。もうちょっと可愛い名前にしてほしかったんだけど、ナンバリングしないとややこしくなるってお父さんが言い出して、私はそういう名前の方が余計にややこしくなるような気がするんだけどね。毎朝早起きしなきゃならないから、受験勉強で忙しい今なんかは辛いなーって思うこともあるけど、私牧場が好きだよ。だからずーっとうちの仕事を手伝っていきたいんだ。ん？変なの。どこまで話したんだっけ。あ、そうそう、だからずーっとうちの仕事を手伝っていきたいんだ。家族のためじゃなくて自分のために。だってさ、自分が搾乳したミルクをみんなが飲んでくれて、それがみんなの栄養になって、そういう風に考えたらなんかワクワクしてこない？今世の中がややこしくなってて、自分の今やっていることが結局どうなってるのかよくわからない仕事って多いでしょ？もちろんそれを否定するつもりはないけど、どうせやるならわかりやすい仕事をしたいんだ。そろそろここを出よっか。紅茶のお店だね。紅茶って言えば小鳥さんもすっごく紅茶に詳しいけど、このお店も小鳥さんに教えてもらったの？やっぱり小鳥さんのおすすめなら安心だよね。それじゃあ早く中に入ろう。紅茶ってあんまりうちじゃ飲まないんだ。うちのお父さんコーヒー中毒だから。あのね、お父さん昔ゲーム作ってたでしょ。あの業界は徹夜なんかしょっちゅうで、錠剤のカフェインをブラックコーヒーで流し込んで、それで頭をすっきりさせてたんだって。それで仕事辞めてもその習慣が抜けなくて、お母さんがコーヒー切らしたりするとすっごく怒るんだ。なんかすごい世界だよね。私、そう？どこまで話したんだっけ？あ、そうそう。なんかすごい世界だよね。私ゲームデザイナーのお嫁さんにだけはなりたくないな。
でもここの紅茶本当に美味しいね。私紅茶って詳しくないけど、この香りとかすっごく好きだな。ここの紅茶を飲ませたらお父さんのコーヒー中毒も治っちゃうかもね。最近はお父さんもお母さんもリサちゃんのことで頭がいっぱいなんだよ。笑ったとか泣いたとか喋ったとか、どっちに似てるとか。でもそういう風に家族の話題を独占して、家族みんなの愛を受けて、赤ちゃんって生まれてくるんだよね。今生きている人全員、偉い人も偉くない人も、悪い人もいい人も、生まれた時はきっとみんな同じなんだよね。牛と違って人間の赤ちゃんは生まれた時何にもできないから、だからみんなが愛情を注いで、それで大きくなるんだよね。リサちゃんがこれからどんな女の子になるのか、私想像もつかないけど、もしグレて不良になったりしたら、今の話ちゃんとしてあげるんだ。うん、私の妹だもん。きっと可愛いよね。今笑わなかった？そろそろここを出よっか。軒下とか歩くときは気をつけた方がいいよ。雪やつららが落ちてきて危ないからね。足元も滑りやすいし、普段より注意して歩かないと。あっ、痛い。うの文字盤を何気なく見たとき、ちょうどきっかりの時間だったり、針がぴったり重なってたりすると、なんか嬉しくならない？あ、本当？私と一緒だ。時計はただ毎日同じペースで針を動かしているだけだよね。だからお気に入りの針の位置を見るのは全部偶然なんだけど、でもその偶然がなんだか嬉しいの。ひょっとしたら時計ってそういう嬉しい偶然を毎日作り出している機械なのかもしれないね。それじゃあそろそろ行こっか。寒くなってきたね。帰ろうか。